横浜流星ボクシング映画、春に散る、久保田正隆との第11ラウンドは伝説になった。超異例演出と絶対的ガチンコ信頼関係。9月3日夜9時から放送される、松本、俳優の横浜流星26部が出演し、プロボクサーで幼馴染の那須川天心25と対談。密到地なども行うという。 横浜は8月25日に公開された佐藤光一6 0主演映画春に散るで主演を務めている。春に散るは沢木幸太郎さんの同名小説が原作のボクシングに命をかける男たちの生きようを描いた人間ドラマです。横浜さんが実際にプロライセンスを完全に仕上がった肉体をうかがわせるポスタービジュアルなど。 公開前から注目を集めていましたね。指導、監修を行ったのは、2017年公開の須田正樹さん、30、主演映画、あくり返し、荒野など、数々のボクシング映画に携わってきた、浦新一郎氏。そして、松浦さんが作ったことのないボクシングシーンを横浜さんが要求したこと。ライバル役の久保田正隆さん、35。 の素晴らしさなどが合わさった結果、本作はとんでもない作品になりました。テミーショーを受賞しても誰も誰文句は言わないいと思いますそう話すのは本作を鑑賞した映画ライターだ。横浜は不公平な判定負けで腐ってしまい、ボクシングをやめていた男、黒木昭和が、久保田は WBA フェザー級世界タイトルをそれぞれ演じている。 横浜さんも久保田さんも肉体改造を行っていますが、体格は単なるマッチョではない。細マッチョとはまた違う無駄を削ぎ落とした絞り方をしていて、しっかりとボクサーの筋肉になっていました。本当にお互いの顔庫の試合描写が凄まじく、世界戦は全12ラウンドをおよそ20分の長尺で描き切っていて、本当のボクシングの試合を見ているような気分にさせられます。 前室の映画ライターイカド